のリング上に配置された EDC ギアエブリデイキャリーとは毎日持ち歩くものや持ち歩く習慣を指す。一般的な EDC ギアとして財布、時計、鍵及びキーホルダー、スマートフォン、ノートブック、ハンカチ、マルチツールナイフ、懐中電灯、重機、ペン等が挙げられる。EDC ギアを整然と並べて写真を投稿する文化もある。例として米国のアーティスト、 トムサックスの提唱するノーリングと呼ばれる技法が用いられ、ギアを直角に配置する。見やすく、並べられたギアの写真からその人の生活様式やこだわり、備えていること、好みのメーカー品や好きな色など、それぞれの特色が出るため、EDC は単に持ち歩くだけでなく、写真を投稿するというネット上でのサブカルチャー的側面も合わせ持つ。 EDC ギアはポケットに入れて携行されることが多いが、ベルトや財布、小さめのデイパック、ブレスレット、またはロングブーツやポケット付きベストなど、収納場所を増やすための医療品やオプションも数多く存在する。EDC アイテムの携帯方法は、EDC アイテムの目的と意図によって異なる。例えば盗難の心配があるアイテムを所持する場合には、より目立たないところに保持するなど、 海外の EDC 文化として、しばしばナイフの形態が見受けられるが、日本においては法律に定触しない運用が必要である。ありがとうございます。